周南市食生活改善推進協議会です。今回は周南市産ニンニクを使用したパエリア、ニンニクチップ添えをご紹介いたします。材料です。作り方です。ベーコン、パプリカは細切りにし、玉ねぎ、ニンニクはみじん切りにします。ブロッコリーは小房に分けて下茹でします。エビは皮付きのまま背わたを取って、フライパンにオリーブオイルで炒め、軽く塩コショウを振り、エビは皿に取り出して皮を剥いておきます。エビを炒めたフライパンにニンニクを入れ、香りが立ったら玉ねぎ、ベーコンを炒めます。しんなりしたら米を加え、透き通るまで炒めます。調味料を加えて全体をかき混ぜて、ふつふつとしてきたら弱火にし、蓋をして15分ほど煮ます。火を止めて蓋を取って、パプリカ、エビ、ブロッコリー、ミニトマト、ニンニクチップを飾り蒸らします。ニンニクチップはスライスしたニンニクと隠れるぐらいの油を入れて、弱火でゆっくり加熱することがポイントです。ここから心つながる周南市。